おはコンコン、アキです。今回は大物の動物、動物じゃない、大物の洞窟攻略していきたいと思います。よろしくお願いします。大物の洞窟のね、場所はここです。マップ上の右下となっております。はい、もう私はね、普通にクリアしてるんで、今回ねルート説明だったり調査報告書の説明をしようかなと思います。調査報告書は、最後のね、動画の最後の方にまとめておくんで、よかったら見てください。持ち物はねこんな感じで、今回ね即死ゾーンがあるんで、まあ、動物は連れてこずに、はい、この人参とかね、あとこの木材とか結構重要になります。基本的にはナイフというか剣とショットガンで攻略しようかなと思ってます。はい、最初のルートなんですけど、ここはまっすぐで、坂があるんですよね。ここをぐわーっと行って、ここで分かれ道となっております。はい、ここですね。これ左と右のルートがあります。もうちょっと下かな。はい、ここ左と右とルートがあるんで、私的にはね右のルートの方が楽ですね。はい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 、ショットガンはねポンプショット式のショットガンで、至高のショットガンとなっております。ライン来たわ。よいしょー。まあショットガンない方はちょっと動物をね、よいしょ、連れてきた方がいいと思います。死にやすいんでね、ここと、こんな感じでクモと、サソリがめちゃくちゃいるんで、まあ、ナイフも忘れずに、基本的に長物をね持っておくといいです。ちょっとショットガンが、よいしょ、ちょっとねこのサソリがねめんどくさい。で、私今装備をね手積んだんですけども、ギリースーツでもいいです。よいしょ、ショットガン、オッケー。ショットガンのね弾をねいっぱい持っておくことをお勧めします。はい、左側行きます。あ、左やったっけ。あ、こっちは右。よいしょ、やべ、見えねえ。見えないときはもうずっと振っとく。もうずーっと剣振っとく。ほらほらほら、来いよ来いよ。もうね、さっきのね、恐竜のこの毒が、結構厄介となります。はい、こっちですね。ちょっと一人称のが。はい、コウモリは円を描くようにしたら、基本的には当たりません。はい、こんな感じでね。ほいほい、OK。はい。ちゃんとリロードもする。ここにね、落ちるところも一応あるんで、気をつけて。マグマに落ちたら即死です。はい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 。基本的にはこれガン無視で大丈夫ですよ。まあ、一応ね、私はゆっくり喋りたいんで、敵を片付けますが。はい、これで右です。はい、右に進んでいきます。まあ、繋がってるんで、どっちでも。はい、右、ちょっと走ろうかな。よし、はい、即死ポイントですね。ここジャンプしてください。よいしょ、はい、ジャンプ、ダッシュジャンプじゃなくても大丈夫です。はい、ここなんですけども、はい、 OK ってな。はい、これ右、これ下れます。ちょっと暗いんでね、松明持っていくのもありです。さあ、ここですね。はい、ちょっとどけてね。これ即死ポイントですね。はい、これもダッシュジャンプじゃなくて、ジャンプ&前で大丈夫です。あ、ミスった。危ない。おっと。はい、落ち着いて。はい、こういう時は振りましょう。剣をいっぱい振ると、なんか、大丈夫です。はーい、私も見えてないです。よし。あんまこれいいの入ってないんで、スルーします。いや、左の方が簡単かな。よいしょ。よいしょ。
まあ、どっちが簡単やろ。よいしょ。OK。どけてね。で、あとはこれ下ってからの、ん？よいしょ。はい。簡単っすね。これどっちやったっけな。ここね。暗くてね、全然見えないんですよね。危ね。この毒がほんまに厄介。これ。やっべ、マジで見えねえ。ほら、ほら、ほら。来いや、来いや。お前来いや。よし。はい。あ、これどこやったっけ？道迷った。あ、こっちはこっち。ここがね、ほんと暗くて見えないんですよね。あ、ごめん。びっくりした。よいしょ。まあ動物をついていくのが正解かな。はいはい、お疲れさん。はい、これは右かな。はい、ここあそこにアーティファクトがあります。ここ危険なんで、全ての生物を狩ります。まあ早くクリアしようとしたら別に大丈夫です。あ、どうもどうも。はい、殲滅したね。あ、本当に暗いね、ここ。で、ここでね、グラップリングフックを使います。よいしょ。まあ、使わなくても、まあ、いけるっちゃいけます。ちょっと怖いんで、殺します。もう、マジで受けちゃった。はいはいはい。左、右とね、かわしながら。お腹空いたわ。はい、食べよう。食い物もめちゃくちゃね。はい、ここ即死ポイントなんで、落ちたくない人はグラップリングフック使います。はいはい、ここでアーティファクト、大物洞窟のアーティファクトです。よし、ゲッチュー。さあ、ああ、私初めて行ったルートはこっちなんで、こっちでね軽くやろうかな。本当はこんな戦い方は良くないんですけど私の、装備ガチガチなんで死ぬことはないです。さあ、まあ、こっちのルートも軽くね紹介しようかなと思います。よいしょ。はい、はいはい、軽くね、こんな感じで、確かこっちは右だ左だった気がする。基本的にガン虫で行こうとすれば行けます。水分が足りない。よいしょ。さあさあ、ここねほんと迷うんですよね。何回も地形がねややこしくて。危ない危ない。ここもね即死ポイントなんで気をつけてください。あの、この岩を見つけたら左ですね。はい、左行くの、あとここ右です。こっちは右のルートのは簡単簡単っすね。はいはい、これで賢者、賢者じゃない、もう何回間違えない賢者はい、これで大物洞窟クリアです。よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後まで見てくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。